配信だったんですけども、達人3位ですよね、皆さん。ちょっと、えぐいんじゃないですか、これはまさか。えぐいんじゃないですか、これ。急遽のね、土曜日、いつもは毎週日曜日9時から配信してるんですけども、急遽、土曜日配信、ありがとうございました。じゃあね、皆さんで今日のね、ファイナルマッチやりたいと思います。すごい、戸郷選手来た。なるほどね、皆さん。ドバイさんも好きなんですね。広島のプリンス。はい。さん、今のゴールデンクラブある上がるし、フォークの可能性も確かに。そう、このフォーク、俺のですね、個人的、今のですね、先発スカウトランキング、第2位なんですよね。正直、東郷選手、欲しい。この2種類のフォーク、さあ、ナイスボール、ナイスボール。フォーク、ナイス緩急、ナイスフォーク、ナイスフォーク。さあ、鉄道、鉄道見たいよ。この鉄道ですね、取り切ったんですよね。溜めてたエナジー全部使い切って、それぐらい欲しかった鉄道。ミスタートリプルスリー、抜けろ抜けろ、頑張れ、みんなアウトだ。ナイス守備、ナイス守備。さあ、ギータ、ギータ行こう。ギータ一発見たいよ。フォークを狙う、ナイスボール。フォークを張る、フォークを張っていく。あー、警戒させる。はい、さあ、ギータ、うわ、甘かった、甘かった。今のフォーク、よしよしよし、うわ、ナイス守備、ナイス守備。なぜそこにいる、なぜそこにいる。さあ、お願いします。先ほどね、則本選手の火の玉ストレートみたいになるんじゃないかっていうことを言ったんですが、一番岡本選手、愛を感じる、七井皆さんの。さあ、浮き上がるのか。危ない。危ないよ。危ない。危なかった。さあ、やばい、セーフだ。さあ、ここら辺のナックルどうだ。切り替えるんじゃないかっていう話を聞いたんですが、浮き上がるのかどうか。火の玉にはまだ到達してないのか、ノリ。行かない。クワイ鈴木の、クワイ鈴木対決。ナイスバッティング、危ない危ない。さあ、みんな対桃月。うまい、うわ、ナイスバッティング。岡本選手に行くと思った。今出陣の人にですね、挑む挑む。さあ、これはルーキーの選手だな。ルーキーの誰だったっけ、名前がごめんなさい、わかんないですけども。さあ、引っ掛けてほしい。ナイスバッティング、マジかよ、マジかよ、えぐ。ちょっとですね、まずいぞ。この、スワイス対決、フルボッコンされるぞ、これ。ナイスバッティング。ちょっと、これは、うわ、中田翔。ちょっとこれですね。じゃあ、変えていこう。ジャリエル。もう困ったらジャリエル。困ったら、ジャリエルっていうですね。はい。どこに行くかわかんないボール。入ってない、今の入ってない。さあ、どこに行くか分かんないボール。ナイスバッティング。さあ、ここですね、ゲッツシフト、ゲッツシフトで行こう。ここ引っ掛けてほしい。ナイスだ。マジか、マジかよ、これあるぞ、初回コールド。マジか、えぐい。ギリギリ入ってた。さあ、ここは緩急でいきたい。ナイスフィーバー。スリットをですね、頼んでみます。なる。よし、ツーストライク、ツーストライク追い込んだ。ツーストライク追い込んだ。まだノーアウトっすよ、だって。どうする、どうするだよ、ジャパン。5点差開いたらまずいぞ。
うそー、うそー、うりくん、狙いしたの、とりあえずは強すぎるっすよ。